今季から J リーグ入りするジュビロ磐田とブラジルのクルゼイロとの親善試合が2月12日東京ドームで行われました。全日本監督だったオフト新監督のもと張り切るジュビロ磐田ですが、ゲーム開始1分右からのセンタリングをペレの後継者と言われる17歳のロナウド選手にシュートを決められ1対0。ジュビロ磐田は人工芝でのゲームに戸惑ったのか、攻撃のリズムに乗り切れません。30分にも再びロナウド選手の中央からのシュートをゴールキーパーがファンブルしたところを押し込まれ、2対0とクルゼイロがリードします。ジュビロ磐田も反撃するものの決定打不足。やっと前半41分、東芝から移籍した鈴木選手が鮮やかに左足でのシュートを決め、2対1と迫り前半を終了。後半に入ると昨年のワールドカップ予選で人気者になった中山選手を中心に攻め込みますが得点できません。結局3対1でクルゼイロが勝ち、ジュビロ磐田は東京での第一戦を飾ることができませんでした。